佐藤俊介です。ポジションは投手です。背番号は19番です。アピールポイントは、淡々とした冷静に自分らしく投げることです。1年目の目標は、しっかり1年目から活躍して、新人王を目指して頑張りたいです。開幕からしっかり投げれるように、埼玉西武ライオンさんの力になれるように全力でプレーするので、今後応援よろしくお願いします。まずは先ほど背番号19と、おっしゃっていただきましたが、この背番号に関してはどうですか、19番という数字は。そうですね、まあ、10番台っていういい番号をいただいたので、まあ、しっかり番号に恥じないようにしっかり全力でプレーしたいと思います。新人合同自主トレが始まりましたけれども、プロ野球選手になった、まあ、実感というか、感じた瞬間みたいなものはありましたか？そうですね、まずは量がすごい大きくて、もうご飯の、バランスというか、バランス量を含めて、そこでやっぱ今までとは違うなっていうのは一番実感しました。そうですね、部屋も大学時代よりも大きいですし、まあ、お風呂にはやっぱサウナとかジェットバスとかも入ってたので、そういったところで全然違うなというふうに感じました。よく隅田投手とこうお話ししているところが多かったと思いますけれども、はい。隅田投手の印象っていうのは、こう初めて会った時とこう今ではどうですか、違いますか？やっぱコミュニケーションうまいなっていうのと、あとは基本結構ずっと一緒にいるんですけど、いろんな一面も見れて、自分と同じような多分こうなんかタイプだと思うので、とても気が合うと思います。なんかやっぱいろんな子たちとこう話すっていう、自分があんまり得意じゃないっていうのもあって、その中でこっちはこういろんな人にこう話しかけたり、やっぱ会話の展開とかも上手だと思うので、そういったところです。それからキャッチボールも一緒にされてましたけれども、ボールをこう取ってみての感想っていうのはどうでした？そう、ボール、回転がまずは綺麗な回転で、低めに来てもやっぱ垂れない。なんかワンバンするかなと思ってもワンバンしないでしっかり届いてるっていうところが、さすがだなと感じます。これからこの合同自主トレ、続いていきますけれども、どのようなことをテーマにやっていきたいですか？しっかりまず2月のキャンプに向けて、段階的にしっかり状態を上げていきたいという思いもありますし、こうやっぱいろんな方に見られている中で、どうしても力が入ってしまうこととかもあると思うので、そこは一旦落ち着いて、しっかり怪我なくしっかり日程を進めていければなというのが思いです。はい。ラジオを聞いているリスナーの方へメッセージを最後にお願いします。はい。まずはしっかりキャンプに向けて、全力で頑張っていきたいと思います。ファンの方々へは、しっかり開幕からローテーションを守って、ライオンズの優勝に貢献できるように頑張るので、応援の方よろしくお願いします。佐藤俊介投手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。そこに、埼玉西武ライオンズと書いていただいて、ご自身のサインを書いていただきたいんですが、はい。よろしくお願いします。埼玉西武ライオンズって書いた方がいいですか？ライオンズですか？書き方、ご自身の決まっているものがあれば、それでも全然大丈夫です。埼玉西武ライオンズ。シップにアルファベットでライオンズでも大丈夫です。じゃあ埼玉西武。はい。はい。